WSIM, 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 WILCOM SIM は PHS 事業者の WILCOM が開発した PHS 無線通信部分のみをモジュール化したカード型端末である。2005年7月7日、WILCOM コ,コアモジュール戦略の一環として発表。縦42.0横25.6厚さ 4.0mm という超小型サイズの中に PHS のアンテナ部、 無線通信部、電話帳等へ利用するためのユーザーメモリーが収められている。WSIM を挿入して使用する端末のことを SIM スタイルと呼ぶ。ウィルコムの前身である DDI ポケットが2004年7月21日に展示会ワイヤレスジャパンにて発表したジャケットフォンと RSIM がその起源である。電波出力の大きな携帯電話では 無線通信モジュール部分の発熱量が大きく、放熱のために一定以上の大きさが必要とされるが、電波出力が小さい PHS では、小型モジュールに収めることが可能であ、通信モジュールと端末の分離に成功した。なお、SIM と付いているものの、第三世代移動通信システムなどで用いられている、SIM カードとの互換性はない。ウィルコムコアモジュール戦略では、 WSIM は個人、法人向け、CSC エンジンは法人向けと位置づけられている。2005年12月に w i l c o m ア Core モジュールの進行を図ることを目的とす w i l c o m ア Core モジュールフォーラムが設立された。2010年には Invent ンンク e c h Appliances IAC より WSIM 型の GSM モジュールである CMG.0 1が発売。 また、ウィルコムコアモジュールフォーラム会員企業により、WCDMA 方式や中国の TD、SCDMA 方式に対応した W、SIM モジュールが提供される可能性もある。2011年には、WSIM 本体にマイケロ SIM を挿入するタイプの端末を、ネットインデックスがコンセプトモデルとして公表している。通信機能がモジュール化され、 電話機と分離されることにより、SIM スタイルのメーカー側には、等が可能となるメリットがある。そのため、検証プレゼントや企業、店舗のオリジナルアイテムへの対応がしやすいほか、固定電話機型端末やヘイボタン型端末など、電話の枠にとらわれない、多種多様な端末への導入も検討されている。もっとも、モジュールであっても、電波を送受信していることには、 変わりはないため、例えば送信電波の自身への回り込みによるオーディオ出力のノイズ頂上や逆に自身の出したノイズの回り込みによる受信感度の低下など無線技術のないメーカーに対するハードルが全くなくなったわけではない。デメリットとしては、モジュール内にアンテナも組み込む必要があるために通常の端末に比べて感度が劣ることである。 電波の条件の良い場所でしか利用しないのであれば、問題はないが、そうではない場所で用いると、通常を端末でなら、利用可能な場所でも使えない。通話できても音質が劣る、データ通信の速度が劣る、等が起こり得る。一方、ユーザー側にとっては、等が可能になる。実際に一部シムスタイル端末の w シムを同梱しない、単体販売、契約一回線で、 tt と w03 等の通話用、スマートフォンのパッケージ販売もされており、状況に応じた端末持ち替えは手軽に行える。しかし実際には、キッズ携帯パピポ等、wSIM の電話帳の読み出し書き込みに対応していない端末もある。また、端末本体と wSIM モジュールの互換性確認や、通信モジュール、 端末本体それぞれファームウェアのアップデートやオンラインサインアップなどが必要となる場合がある。例として、などがある。また、Web アクセスのできない TT やニーコ、Web アクセスがパケット定額の対象にならないキッズ携帯パピポではパケット定額をつける意味がないキッズ携帯パピポ専用のキススタジオは他の端末では使用不可など シムスタイル端末によって使えるサービスが異なる。サービスが利用できない端末からは、サービス解約もできない場合があり、完全な持ち替えに際しては不要な料金が発生し続けないよう使用者側が考慮する必要がある。各通信モジュールの仕様として、大きさ 25.6424mm に定められ、端子は18ピンという独自のシリアルインターフェースに、 なっている。通信方式として、音声通話機能のほか、パケット通信や 64K 32、32KPIAFS2.1、フレックスチェンジにも対応し、タイ、台湾、RX430AL はベトナムも含むでの国際ローミングも可能となっている。また、ピンコードと呼ばれる暗証番号を設定することで、WSIM のロックを行い、 第三者による WSIM の無断使用を防ぐことができる。一部では、各 WSIM のアンテナ部に付けられたカラーから、RX410 インは、ハイ耳、RX420AL は赤ミミ、赤耳、RX420 インは青ミミ、青耳、RX430AL は黒ミミ、黒耳、CMG 定例は、大々耳と称される。現行端末は、 RX430AL だが、一部非対応のジャケットもあるため、RX420 インが付属するジャケットもある。2012年11月現在、公式オンラインショップであるウィルコムストアではいずれも販売されていない。ネットインデックス製。2005年11月25日より、対応端末に同梱されていた単体販売はなされなかった。A ビット製。 アルテル販売。2006年12月19日発売。対応端末に、同梱のほか、単体販売も行われていた。RX410 インの使用に加え、消費電力が下がり、高度化通信規格 w ームに対応。通話中着信、リモートロックなどの機能が追加された。セットされる端末は、ネットインデックス性を除く、一般音声端末に多い傾向がある。 2011年8月、Abit によるサポートが終了した。ネットインデックス制。2007年4月10日発売。WOM 対応など、基本性能は RX420AL と変わらないが、パケット通信時の消費電力が若干低減している。なお、PIAFS 通信時は RX420AL より高い。以前は、 単体販売もされていた。また、以前 RX410 インが同梱されていた端末に同梱される WSIM は、当製品発売以降は、ネットインデックス製の音声端末、データ端末やシャープ製、スマートフォン中心に、こちらに差し替えられた。ただし、WS008HA 等の例外はある。A ビット製、アルテル販売。ただし、 2010年10月以降の製造ロットは、A ビット直接販売に変更。2009年12月17日発売、単体。RX420AL の使用に加え、ベトナムローミング及び高度化通信規格 W、オムタイプ G に対応。WS027SH を皮切りに、今後、対応端末に順次同梱。現時点で、w s 0 0九 k 9、ウィルコムガジェット対応版のみ、WS-023T と WS-024BF が RX420AL より差し替えが行われている。NS-001U や専用契約をしたカーナビ専用モジュールについては非対応であるほか、WS-001 イン等、一部対応を明らかにしていないジャケットもある。インベンテックアプライアンシズ製。販売はテクニックジャパン。 現、TJC が輸入元として手掛ける。2010年4月22日に発売。対応端末には付属せず、オプション扱いで単体販売。また、ウィルコムブランドとしてではなく、サードパーティー扱いとなり、WS027S1 での利用については、ウィルコムシャープの保証外となる。海外オペレーター発行の SIM カード、日本国内の携帯電話オペレーターの u i m カードを、 利用したプラスティックローミングも可能を汎用スロットがある WSI 対応ジャケット本体に装着することにより GSM 携帯電話として利用可能とするネットインデックス製 r x 4 2 0ンをベースに WIPs と呼ばれる MVNO 事業者用機器認証機能が追加されているデータ通信サービス専用で音声通話や PIAFS 接続には期待を ソーネットが提供するビットワープ PDA 用に W03、WS003SH とセットで販売された。なおビットワープ PDA サービスを利用する際には W03 本体に専用の機器認証設定ツールをインストールすことが必須である。ネットインデックス製 w s 0一2 g s 専用の WSIM で RX420 インのカスタムモデル。 WS012GS 自体は 1X パケット通信のみに対応するが、本モジュールが 1X 通信のみに制限されているかは不明。中国網通集団ブロードバンド応用国家工程実験室有限公式制。2008年4月発売。中国独自の PIM カードに対応するため、内部コマンドに互換性がなく、日本の SIM スタイル端末に挿入しても動作しな。 使用表に記載がないため、WOM への対応は不明。なお、現在は、中国網通は、中国貫通りに吸収されているため、同社の省令中部門は、中国貫通りが手掛けている。SIM スタイル端末は、基本的に、修理アシストサービスの対象外だが、WSIM 自体は、同サービスの対象となる。また、2007年7月より、 WS-005 イン及び WS-009 系が修理アシスト対象に追加され、それ以降に発売された音声端末ジャケットも修理アシスト対象となっている。なお、現在 WS-01 さんの型番が存在しないが、これは海外で演技が悪い数字のため欠番にした、とのこと。WS-015SH は WS-016SH と同時期に、 Bluetooth 認定を通過したが2011年3月現在未発表である。ウィルコム通信端末の項も参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。